は、フォアボレーについて、説明します。フォアボレーなんですけども、まあ、グリップが違う人というのはもう元からそのアドバイスできないというか、私の説明は全部コンチネンタルグリップで、持ってる人用の、打ち方なので、グリップが厚い人は全然アドバイスが違うことになるので気をつけてください。でとりあえずグリップが厚い人の分の、悪いところからちょっと、まあ、説明して、でちょっとグリップを変える気になっていただいてですね、でそこからじわじわとこういろんなケースの説明をしていきたいとは思っております。でまずグリップ厚い人ですね、こう面をすぐ前に出して用意する癖があると思います。これグリップ厚くして後ろ側で用意する人って一人もいないんですよね。大体こう体のターンもあんまりせずにスッと面を出して、ボールの方に面を出して、それから当てに行くと思うんですよね。でその時の出した時の腕をよく考えていただきたいんですよ。ここからこの状態から面をパッと開くというのは、こっちでこう腕が肩が詰まった状態になるのが分かります。ここからこう入ると、ここはちょっと詰まったような、こういう状態で、この状態で移動できるかどうかをまず考えてほしいんですよね。移動しやすいかどうか、腕をこっち側にはめて、この状態でちょっと前後左右あちこちにちょっと 2,3 メートルこうパッと移動できるかどうかやってみたら分かると思うんですけど、こういって肩を脇を締めて肩をロックしてしまうとちょっと動きづらいんですよね。これでずっと動けてると気持ち悪くて嫌だと思うんですよ。でも面を早く用意する人っていうのはもうこの腕に必ずなるはずなんですよね。で、よくコーチの人でですね、面をパッと用意してボールとラケットをしっかりこう見えるようにセットして、それから当てに行けとかっていう人いるんですけど、それはちょっとどうかなと思いますよ。ちゃんとこう見えるところに置いてないとうまく当てれないぞとかって言って、で見えてれば当てやすいとかっていう人いるんですよね。でもラケットとボールはこうやって見てないと当たらないって言った時点で、じゃああんたのストロークどうなんだって話ですよね。ストローク後ろ行って見えないですよね。見えないとこからこんだけ振って当たるのに、これ見えてないとダメなんですかね、本当に。それ嘘でしょ。そんないい加減なことを言ったらダメですよ。だいたい手ってこの辺来たらどこにあるかって分かるんですよね。こうビシッとこうやってないとボールがキャッチできないってわけじゃないですよね。こうやってどこ行ってもパッとキャッチできますよね。そういうなんかこう分かったような嘘というか、なんか分かりやすくしたような嘘っていうのはやっぱあるんですよね。でそんな一時こうやって見なくても大丈夫ですからね。で、もう一つ出す人の癖、じゃあ出してそのまま打ちに行くのかって、そうじゃないですよね。これずれたら大変ですよね。まずこう出してここに来ればいいけど、じゃあちょっとずれた時にこう締まってるんで、こう締めてるんで横が行きにくいんですよね。このまま横ってなんか難しくて、このまま上っていうのももう上向きになるし、このまま下っていうのもなんか苦しい。だからバーンと打たれてここだ、はいってなればいいですけど、だいたいずれるのが当たり前なんですよ。打たれた時とこっちに自分のところに来た時の球の場所って必ず高さとか、左右変わるはずなんですよね。でそこをよく考えていただきたいですね。早く用意するのはいいんだけど、そこじゃないだろうっていうので、前に出して面を先に用意する人の、打ち方の特徴としては、先に出して出した後崩しますよね。まあ本当に上手い人は出して出したまんま当てに行けるんですよね。この説明をする人は一定条件の時にそこに球が来ればってことですよね。だからコーチが球出しをして、でコーチが打つ場合はそこに来るんで、このままパンとできるんですよね。だけど例えばじゃあそれ生徒に球出してって言ったら、生徒どこ球出すか分かんないですよね。ちょっと球出そうと思うとちょっとずれるんで、それうまくいかないんですよね。こうやってずれたら違う、でその違かった時に出したのを一回引いて合わせ直しと思いますよ。こっちこうやったと思ったけど横に切ったらこっち合わせ直していいです。その合わせ直すときに
ラケットヘッド引くんですよね。こうやって引いてずれを合わせる、引いてずれを合わせる、あちこち引いてやるんですよね。これよく見ていただきたいですね。うまい人が出したままそのままブロックするようにとかパンチするようにとかって言うんだけど、その前のラケットよく見てくださいね。ここからこういう動きは絶対混ざると思います。もうそれこのまま本当にこうやってカンって当てた人ってあんまりいないですからね。でこうちょっと引いてもこうクンと止めるとなんか動かしてないような気がするんだけど、結構動いてますこれ。でその動かすタイミングとしては足を出す時です。そういうコーチがデモンストレーションするとき、足を出すとか見てくださいね。足を出しながら、こういうリズムを取ると思います。出して、しっかり出して、合わせたまま、足を出してくださいとかって言うんだけど、このまま行くんじゃなくて、こう、わかります？ちょっと出しながら後ろに行く、こういう流れになると思います。で、それを、ちょっと力の弱い女性だったり子供がやると、もうベラベラに後ろに行きますね、ラケットが。うにゃっ。このまま、まあ、子供にちょっと小学生の3年生以下ぐらいの子に大人のラケットを持たせて、出してそのまま足踏み込んでいけって言ったら、必ずラケットってぐんやって後ろに行くと思いますよ。このまま耐えきれないですからね、こっからこのままって。重さが合わないんで。ラケットの重さと腕の重さが合わないんで、もう後ろ行ってきますよ。どんだけ面を残そうと思ってももう無理なんですよね。で、自分の、この移動の動きって結構バカにできないんですよ。こうちょっとこういっただけでも結構腕に対して、ラケットこう長いですからね、この長さがある分、で腕を出した分で耐えきれなくて後ろに行く。このラケットやって後ろに行って、面が上向きになる動きが必ず混ざり出すと思います。で、そこをよく考えていただきたいですね。面を早く用意する人は。早く用意して、用意したまま打つんじゃないですよ。早く用意して崩して打つっていうのを、ちょっと、まあ、ビデオを真横から撮るとやっぱ分かりやすいんですけどね。真横から撮って、で、出してそのまま行ってるかっていうと、ちょっとこうなるんで。特にこう出しておいて球が速い人なんかもう間違いなくこうやってますね。もしくはちょっと上に行ったり。こうやってちょっと上からこうやったりとか、そこからまたいじり倒すんですよね。しかもそのいじるのが打球直前です。もう打球するギリギリ前でドーンって動かすんですよね。で、その動きで簡単な球もボコーンと上に飛ばしたりしますよね。なぜならこれ上向きですよね。で、こうちょっと遅れただけでボコーンと上に行く。で、ちょっと早すぎただけでドーンとネットする。ありえないようなミスをしだしますからね。セットしてるのにありえないようなミスをしだすのは、もう100%に近いぐらいこの動きです。そういう経験がある人はですね、ちょっと一回出すのをやめて、でやっていただきたい。で、じゃあ出さずにどうするかというと、向こうは前だとして、以前構え、コンチネンタルでこういうふうに持つようにって言いましたよね、この構えね。で、向こうは前だとします。構えた時にこうやって前に出しながら、こうちょっとこうハスに構えるぐらいのこういうターンじゃなくて、このままですね、ちょっと腕の動きと体の向き見てくださいね。これ今右股関節をターンしてます。こっち行ってます。ここ、これラケットフェースをよく見てくださいね。今このライン、じゃあこの白いところのとこ置いてますね。見えますかね、この辺から行こうかな。この白いこのタイルの部分があります。ここにラケットフェースこう置いてます。これ見てくださいね。ターンしますよ。このラケットフェースはどこに動くか。これ前に行ってるの分かります？前に動いてるの。ここよりも前に行ってますよね。前に行く。ターンして。だから同じように前には行くんだけど、面を出すんじゃなくて、ラケットヘッドをこれは出してるんですよね。これ出してるっていうか、このままターンしたらこっちが前に行ったっていう、ただそれだけなんですけど、この位置からターンしたら前に行く。これ引いてはないですよね。でも面を出してもない。この状態を、私の方は構えにしてます。フォアボレーの構え。この辺ちょっと独特ですよね。こういうふうに説明してるコーチを私は今まで何十年やってきて見たことないし、多分私だけだとは思うんですよね。
で、これは、の利点としてはですね、振り遅れがゼロになるんですよ。よく見てくださいね。なんでゼロになるか。ここから、この状態から、ラケットフェース見てくださいね。このまま行けば、面、上向きがまずない。手を出したら面が開く。この状態から、手をグリップ側を前に、ラケットを置いてグリップ側を出せば面が開く。これものすごく軽いんですよね。ラケットの重さを感じない。逆にヘッド側をいじると重い。でもグリップ側をいじるのは軽い。わかります？こう誰かにこうちょっとつまんでもらってこう動かせば、この軽さはわかると思うんですけど、こっち側動くのは軽いんですよね。でもこっち側止めてこっち側動かすと重いですよね。これ出した状態からのこれです。これ重い。でもこれ軽い。これ軽い。で、これ重くて面が崩れる。これ軽くて面が開く。これ分かります？この状態からグリップ動かしますよ。こっからこういう動きになります。こっちに構えてこっちで振り遅れにくい原因としては理由としてはですね、構えた後間に合わないと思ったらヘッドを後ろにやればいいんですよね。で、ヘッドを後ろにやるのは手じゃないんです。肩なんですよね。これ、肩わかります？こっちで間に合う。向こうは前だとして、ここから余裕があればグリップを出していけば勝手に面が開く。ここからも勝手に面が開いていく。こっち側を出せばね。これ出す時にこうグニャって手力抜いたらダメですよ。抜いてグッて入れたらダメですよ。一定の力を入れといて、ヘッドが後ろに向かって垂れ下がらないようにしといて、で、それから行かないといけないですか。これ楽なんですよ。で、これだったら小学生の、まあ、3年生以下ぐらいの、まあ、体の小さい子が大人のラケットを持ってもこれはできるんですよね。重みがこっち側にあって、これでこっち側を動かすような感じ。これは大丈夫。でも、ここにあっといて、ここからこっちに行くのはダメです。これ、重い。重い。でも、これは軽い。これだったら指先で持っても持てるんですけどね。でも、これは指先で持ったらもう、早くできないですよね。こっちは軽く持っててもできる。ここははまってれば、このままでもできるんですよね。握らなくても。で、以前、こうバック側の面を見せて構えとけばバックは都合がいいだろうって言ったんだけど、これ実はフォアの構えなんですよ。バックに面を前に向けてるんですけど、これはフォアの構えです。フォアのこの構えです。ここから。で、その時左手もこう持ってますんで、で、足だけターンしたら左手こっち来ますよね。ここから行きます。この状態から当てに行きます。この状態から当てに行く。ここから当てに行ったら大体このままちょっと、だから要するに腕がぐにゃっと振られた分がちょうど面が開けば、これ都合がいいの分かります？ここからこうしといて、この分振られる、後ろに振られる、前に出しておいて後ろに振られる、後ろに振られた分がちょうど面が開くになれば都合がいいのが分かりますか？ここから。ちょっと、こういうイメージです。ちょっと今、ワンバウンドでやりますね。ゆっくり。この状態からこっち。こっち。こっちからこっち。これ、肩が動いてるんですね。これ、胸で打つ動きと同じです。こっち。わかります？この肩の動き。で、私はフォア側は全部胸で打つようにっていうふうに、過去の動画でも言ったと思うんですけども、ボレーもスライスも胸側を使うんで、この状態わかります？今ここからこういった、このままがこっちずれてますからね。このままがこっち行ってる。こうではなくこっち行ってる。こっちに来てますからね。で、この分っていうのが胸が使える部分です。胸のこの押しが使える部分。これ、
肩使えない、胸使えない、肘または手首などのショットになります。こっち。これ全然動いてないの分かりますか、ここ、肩。全然動いてないからといって、筋力を使ってないわけじゃないんですよね。筋力は、動かないように使ってますよね。力は入る。ものすごく。こっちのこの動きを支えるのはここですからね。肩には力が入るんですよ。だから肩上げる人いますよね、こう。あれ、こうロックしたいんですよ。ロックすることで、こっち側を使いやすくさせようとしてるんですよね。でもこれもう範囲が決まってますよね。ちょっとずれたらもうやれないという。この顔のこの辺りはある程度強くできるんだけど、ちょっと外れただけでできないですからね。でその辺よく考えて、どっちを使うかですよね。で私がこの肩をロックしてやるのを猫パンチって言ってるんですよね。猫パンチで体の前側に使う方で、久保田選手のフォアボレーは体の横側、右から左に、体に対して右から左に動かす方、こっち側なんで、この構えがちょうどいいんですよね。この構えでターンして打てばこの幅が取れるんで、ここでこうやるんじゃなくて、このまま行ってくれればそのまま行けると。でしかもここまで行けば、ずっとこの辺まで来てくれれば、ちょっとヘッドを後ろにやっただけで面が開いて、ちょっと振り遅れ気味ぐらい、あのボレーボレーで苦しい時なんかこの辺でもう当てていいっていう。でこの状態だって胸は使えるんですよね。10センチぐらいでも使えますからね。間に合わないと思ってもこれ使える。間に合う時はこのままいく、間に合わないと思えばこっちにして合わせるっていうのになります。で、よくダブルスなんかで、アドコートにいて、で、2人前衛でアドコートにいて、デュースコートにも前衛がいる場合で、ね、センターにバーンって打たれた球なんか、こうやっとけば、パートナーがやらなかった時に手が出るんですよ。そういう利点もありますよね。こうして、カバーできる。し、前にも行ける。で、その、この辺のことまで考えてボレーを教えてるかどうかっていうのが、大事ですよね。だからコーチ側の人も、まあ、こうやってこれ当たりますよって言ってやって、でそのコーチが球をそこにこうな出してあげるっていう、もう茶番のようなやり方じゃなくてですね、もっとこういろんな状況を考えてですね、いろいろこう予測は外れるよ、でも外れた時にもなんとかならないとダメだからねっていう、技術を教えないとダメですよ。これは構えて、で高ければこっから上に行けばいいし、こっから下にも行けるし、で一番気をつけないといけないのは、低くて速い球が来てもいいようにですからね。だからこの状態からこのターンがちょうどいいんですよね。ちょっと右股関節をターンしてこう斜めに落ちる、こういう感じで入っとけばだいたい低いのもこう間に合うし、ここから下から上にこうちょっと足を使って上がる打ち方もできるんで、低めにターンしただけでちょっと低めになって、しかもラケットヘッドが前に出てる分グリップを動かすこの幅があるんで、多少ずれてもっていうか全然ずれても、これを構えて向こうに行ってもこう行けば手を伸ばせば面が開くっていう状態に持っていけるんですよね。ここからこう行ったら面が開く、手を出したら打てるっていうこと。手を出してガツンじゃなくて、手を出さずに手を出したら打てる、手を出さずに手を出したら打てるっていう方がいいですね。手を出しておいて、いじり倒して打つじゃなくて、ちょっとこの幅を持たせるというか、ずれた時の余裕がここにあるんですよね。ずれてもなんとかできる。だから出す人って外でやったら分かると思うんですけど、風が強い時って全然できないと思います。こうやって出す人もう曲がったらもう全然できないですからね。でもこれは曲がったら曲がったところに合わせながら手を出していくんで、うわってこう手を出していくんで、あんまり風とか影響しないんですよね。急激なトップスピンで落ちるやつも、落ちたところにここからスーッと出せるんで、こうやっといて、うわスピンだと思ってパッと上がって急激に落ちますよね。その時に上行ってあーってなったらもうできないの分かります。そういう経験もあると思いますよ。こうやって上に行ったんだけど急激なトップスピンで、あー足元だったとか、それものすごい無駄ですよね。で、あれがあった時点でやっぱり生徒側の人も気づかないといけないですね。あ、違うんだって。
こんなこう、まあ、そんな速くもないスピンをピヨってきたのに、うわぎっこんばったんして全然当てにくいっていうのになった瞬間も、あこれ違うんだなっていうふうにもう判断して、 できれば今私が説明した胸で打つ方の、あのボレーに変えていただきたい。この幅があのズレをごまかすというか修正させてくれますからね。これ修正できない状態でもいじり倒して間違うやつ、このぐらいの違いがあります。でちょっとあの打球とかあんまりできないんですけど、まあ、あのこういう構えでボールの方にですね、あのラケットヘッドを向けていただいた状態からやってくれるとすごく分かりやすいと思います。あの、まあ、ワンバウンドでもいいんで、こうやってこっち側ですね、ラケットヘッド側が当たるように、ここでこうやって当たるかなってしといて、で本当に当たりそうになったら手をパッと出せばいいと思います。これ分かります？こうやって突き刺すようにしといて、で本当にここで当たりそうになったらパッと面を出す。これ間に合うんですよね。これあの時間かからないですよね。パッと開きますよね。でその時にこの、肩のポジションにもなってると思うんで、そしたらこっちが使えますよね。ここからいます。ふっとこう胸の力であの叩くことも、ゆっくり打つこともできるし、でドロップショットなんかもこっちがやりやすいですね。圧倒的にこうやっといてドロップボレーって難しいんですよね。弾くからもう遊びがないですからね。これにこの腕にドンとこう支えた腕ですよね。これで当たったらピョーンって跳ねるんですよね。でこのゆっくりしたこのたわみがドロップショットもうまくさせるし、ドロップあのボレーでのロブなんかもね、この遊びがうまくさせるんですよね。ちょっと柔らかいネットにボールを打ったらこう吸収する感じがありますよね。それがこの遊びで柔らかくできるんだけど、壁にこう打ってしまったらもう嫌でもカンと跳ね返りますよね。ああいうイメージであのこうやってドロップボレーってもうありえないですからね。もうコントロールしようがないというか、当たったら跳ねてしまうという。でそれでちょっと止めたいって言われてももうやりようがないんですよね。こうやって厚めのグリップでこれでドロップショットどうやるんですかって言われてももうそれ仕方ないね、これロック止まってるから弾くの仕方ないよねっていうことになるんで、まあ、その辺のことも全体含めてですね、やっぱりここに遊びがあるっていうのはすごく有利だと思います。苦しい時に対しても遠い球、速い球、高い球、もしくはこの状態からスマッシュ、ね、こっからハイボレー、全部こっからできるんで、スマッシュまでのことを考えてるかどうか。でもっと言うなら、だから私はボレーの時もストロークを考えて、ストロークの時もボレーを考えて教えてるんですよね。だからストロークの引き方はこう開くようにって言ってましたよね。これ開くようになんですよね。この状態からちょっと開ける、こう伸ばしておいてこう開ける、これここは大事になってきます。この開き、こう開けといていく、開けといていく、この辺あの構えはできるだけ似てる方がいい。似てないと使い勝手が悪すぎる。似てることによってミスを減らすことができるんで、でその辺を私全部を考えて、やってます。全ショットを考えて、全てを組み立ててるんで、どっか一つだけつまんで、はいほうはこれボレーこれっていうふうにこうつまんで、なんかこうそれを提供してるわけじゃなくて、全部ひとまとめのテミスがあって、それを一つずつを今説明こうしてるん で話は全部まとめれることができると思います。ただフォアこう後ろロックとか脇開けでとかいろいろ言ってるけど、それ全くやらないと、でも他は全部真似しますとかって言われても、それはちょっとできないと思いますので、一個一個ちゃんと押さえていかないと、本当の私のその動きに対するその説明の良さとかは全く分かんないんで、できるだけこの久保田テニスをやりたいって考えてる方は全部同じにして言っていただきたいです。詳細全部同じにしていっていただけるといいと思います。そしたら最後の最後、全部終わった時に、説明を終わりきる時に、あ、全体まとめて教えてくれてたんだっていうのを最後に気づくことができるんですよね。
でもどれかは自分の独自の考えでやってしまうと、もう全然その良さ、久保建英の良さなんか一個も分かんないと思います。今回は以上です。また今度はバックの方とか、いろいろハイボレーとかもいろいろあるんでですね、その辺また紹介したいと思います。今回は以上です。